はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちらですね。開封っていうのかな。はい。箱で届きました。こちら。はい。もうすでにね、見えてますね。ニケです。コレクトブックってありますよね。はい。そしてなんかバラで銀色の包みが入ってます。早速、開封してみましょう。はい。こちらが明細になりますね。はい。グッズカード。勝利の女神ニケ AR コレクトカード一種ランダム、こちらをね15枚買いました。はい。で6150円。でそれのカードコレクトブック、まあ要は収納するカードホルダーみたいなやつですかね。それが3630円。はい。これですね。うん。まあ銀のアルミで包まれているんで、もちろん中身は見えないランダム。これ全何種だっけ ?5 種ですね。全5種なんだけど、15枚買ったんですよ。なんか、お一人様15個までだったんで、フルで買いましたね。丸4種にレア1種っていう感じらしいですね。とりあえず、全5種揃うまで、これ開封したいと思います。開封前にこちらがコレクトブック。はい。こちらをちょっと見ていきましょうかね。まあ、裏面をね、その前に見るとね、こんな感じですね。もう完璧に韓国語ですね。はい。まあ、ニケ自体が韓国のね、アプリゲームから発足してるんで、はい。韓国語ですね。全然読めない。こんな感じで。すごいいいね。とな感じですね。手触りはサラサラ。こんな感じ。わ、やっべえ、いい。イラストがもうすでにいい。ですね。うん。角度を変えると立体に見える。で、ファイル自体はね、至って普通ですね、このね、リフィルは。やば、イラストいいね。いいな。ということでね、早速、こちらのランダムカード、1枚ずつ開封していきましょう。では、最初の1枚。まあ、どんなカードか。せーの。あ、これは、ラピですね。ラピ。あ、これが AR ですね。ね。の1番。シンプル。では、2枚目。はい。せーの。ブラッピ。待って、いきなりダブったね。いや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 。ということでね、皆さんね、もう最悪な結果となりましたが、AR カードを AR カードもね、QR コードを読み込んだら、もうね、全部韓国語で何書いてあるかさっぱりわからへん。これ何なんだ、どうしたらいいのこれ。最悪やわ。なんこれ。ほら、皆さん見てください。これが全5種です。やっぱり、
ラピしか出てね。他にはね、アニスとモダニアと、あとレッドフードと、で、アリスがレア枠ですね。おいおい、マジか、本当になんだこれ。ひどすぎね。今までの開封で一番ひどいわ、これ。初めてだ。15枚引いて全5種揃わず1種しか出ないっていう。初めての経験。いや、マジで？これは普通にゲーマーズで予約したんですよ。なので正規の、ちゃんとしたところで購入してるんですけどね。いや、ダブリとかそういう問題じゃないね、これね。フィフティブリ。もういいや。はい、ということでね、今回は開封ですけれどもね。もうほぼ、なんだろう、とね、一日へこみます。はい。もしね、同情するならチャンネル登録してください。お願いします。では今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。